五目昭和ジグサ引きセット、ね、まあ、ここにドラッグメタルがついてますね。こちらでキャストしやすい50センチ、全長50センチです。こちらのね、スイベル、糸結ぶところからジグまでの間のね、長さが50センチとなってます。でね、こちらサビキがね、2本ついてます。で、その下にメタルジグ、これがついてる感じですね。セットの仕方、これね、いきなり全部バババババッと引っ張ってしまうのではなくて、こちら後ろ側、ここにね、寄り戻しスイベルですね、こちらがついてます。ここにリーダーを最初に結んじゃいます。結び方は簡単で、こうユニノットとかダブルクリンチとかで大丈夫です。もうこのままですね、もう糸を通す、ね、この状態で結びましょう。結んでパツッと外していく感じです ね。ここまで外す、そうするとね、こう絡みにくい感じです ね。絡んじゃうとちょっとね、釣りしにくくなるんで、ね、この結んだままこうセットしたまま、まずは糸を結びましょう。で、引っ張っていく。で、最後にジグを外すだけ。このまますぐ使えるんですけど、ここでね、一手間かけてあげる方がいいです。なぜかというと、こう巻いてある仕掛けね、こう折り返して巻いてあるんで、こうやってね、ちょっと癖がついちゃってますよね。それをね、簡単でいいので、ちょっとね、こう糸をね、こう引っ張るような感じ、下の方に針気をつけてくださいね、この時にね。こうやってちょっとだけこうグーッと引っ張る感じ。そうするとさっきよりもね、なるべくまっすぐで、癖がね、ちょっと治りますんで、こうしてから釣りをしましょう。はい、ではですね、だいたい、まあ、垂らしジグがヒップからだいたい、そうですね、まあ、投げやすい長さ、あまり長いとちょっと振りかぶった時にね、投げにくいと思うんで、まあ、僕の場合だいたい、まあ、竿の半分ぐらいの長さにしておきます。でね、もう軽く振りかぶって重みを感じたところで投げる。海面にジグが落ちたら、もう余分なね、糸ふけだけを取って一回そこまできっちりと沈めます。着底したらもうとりあえずね、一回巻くだけ、ただ巻き、もうゆっくりゆっくり巻きます。もうまずはこれだけで、この時に当たりがあったら、ルアーの、まあ、メタルジグのショアジギングとかも同じように、こうガツンとね、ガツッと合わせるような感じで、一回ボトム取って巻き始めますね。そしたらね、大体ね、10回ぐらいまっすぐ巻きましょう。で、当たりがなければそのままもう一回落とす。で、また巻く。ちょっとね、こうテンションをかけたままジグをね、カーブホール、フリーフォールであれば糸がね、出るような状態であればこうスーッと落ちてきますけど、糸張ってる状態だとこう斜めに落ちてくるんで、それをわざとです。これをね、この時にこのサビキがね、こうふわーっと落ちてくれるので、ここがね、こうひら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 とアピールしてくれるんですね。なので糸を張っておく。で、糸を張っとくと、それだけね、これパクッと食いつく魚の当たりも感じやすい。なのでカーブホールをね、おすすめしますね。ゆっくりのただ巻き、あとはただ巻きから当たりがなかったら止めて、もう一度底を取る、底を取ってからのまたただ巻き、この2つ、とりあえずこの2つだけ覚えておいて釣りをしてもらうといいです。